はいえー、スタート、けん制から入りましたね、ここは誰も出ませんね、重く重なってしまったんでしょうね、はい、こうなってくると、正直、誘導員からかなり離れてしまうので、追いかける山崎選手、山崎選手がね、足を使うんですよね、だから武田選手は、まあ、真後ろついてるんでいいんですけど、ここから誘導員までつく、追いかける脚,脚力の消耗、はいうん、これがね、追いかける選手からすると、誘導員のところに追いついて、 ししてしまうんちょっと心配機能が上がってしまって無駄な足も使ってしまってだから、こういうところはだからよくこういうところで追い込み選手が前に行って、ね、同じラインがね、まはい、風を切ってやるっていうのがあるんですけど、はい、この場合は、うん、ちょっとそれがなかったんですけどね、はい、うんここ足使いましたね山崎選手ねこれは後々のやっぱりボディーブローのようにねう来るんですよ。うんやっぱりここはまず S S を取る形になってしまったとらされてしまったんですけど一、まあ、番の山崎選手ですねその後ろから井上さき選手井上さき選手が前に入ってねそうですね引っ張ったってもいいと思うんですけどねまあそういう感じなんですけどここは九州勢1番、5番、7番ですね、はい、九州ラインです、えー、そして中段ですね、えー、ちょっと調子がね、えー、落ち気味だってちょっと評価をしてしまったんですけど、まあ、ここは9番の、えー 吉澤選手が師匠の武田豊樹選手を連れて9番、2番、関東勢そして短期のね岩瀬選手がその後ろを回っていますよね、はい、そして4番の山中選手早めの上昇ですよね3番の真実選手を連れて小原選手を連れて早めの上昇でレースを崩していきました9番の吉澤選手もねそこをしっかりついていってまずは山崎選手を後方に置くことをねまず考えているんでしょうね。 あと1つ考えられるのは、やはりこのレースのところですね、ここですね、ここで1回引くじゃないですか、はい、1一番の選手が、えー、そこで位置取りしっかりしましたよね、はい、ここ、突っ張って先行するのもいいんですけど、はい、なんか動きを見てると、山崎選手のことを吉澤選手がずっと気にしてるんですよ、はい、だからもしかしたら粘ることも考えてたんですかね。う やっぱりここでも、ね、武田選手の方が先に踏んでるんですよ、はい、それで出てや出たからもう先行する雰囲気ではなく、一回流して待ってる感じじゃないですか、ずっと待ってますよね、はい、それでやっぱり飛びつくには全開でここ踏まないと、番手飛びつけないんですよ、はい、ここで流しちゃうと3番手とかになっちゃう、ずれちゃうので、全開、はい、でと踏んでるってことは、番手に飛びつこうと思ってたんですよね、うんだからやっぱりこれは、ああ、そこか、この手もあったかっていうことですよね、よくだからここ、関東の作戦、考えましたよね、はい、でここでね。 満を持してここで4番の山中選手が、ねうん、もうシャープなまくり足、それですから、すかさず番手から出ていく吉田選手のガッツもありますよね。という取材ここで、ね、破壊しましたから、ね、もうここで指定関係で、えー、9番1着、えー、武田選手も絡んできて、うん、お見事、吉沢選手ですね、はい、粘ることがあったかって感じですね、うんまあ、競輪、ああいう、ね、作戦ができるっていうのは吉田選手の幅の広さ、はいうん、なだと思うので、うんうん、山中選手も、ね、いいスピードでまくっていったんですけど やはり吉澤選手、本当ごめんだけど、お見事って感じですよね。ういやーよかった、これで関東勢が九、ね、州勢を潰したので、これで平原選手と、あとは諸原選手の活躍次第でね、う,でねはい、うん関東勢がまた盛り上がると思うので、うんうん、これは関東からするといいレースだったんですね。